理学部の木村巌准教授を紹介します。木村准教授の専門は数学です。中でも代数的数論が研究テーマで、代数的な手法を用いて数の性質の研究に取り組んでいます。代数的数論っていうのは、最初は本当に歴史が古くて、その0とかプラスマイナス1プラスマイナス2というふうに、その負の数も込めて、数の性質を研究する学問だったんですけれども、19世紀の半ばぐらいから数の範囲っていうのをもう少し拡大して、例えばそのマイナス1の平方根であるとか、そういった実際には存在するかどうかちょっと、疑わしいような虚な数というのも含めて考察の対象とするような、そういう学問です。私の研究テーマは、一つはその代数体といって、その数の、領域を広げたもの、そういったものの中で、特別な条件を満たすものがどのぐらいの割合で存在するか、そういったことを考えています。もう一つは、モジュラー形式といって、数論と非常に関わりの深い特別な関数があるんですが、そういったものを、考えるということをテーマにしています。数論という学問の大きな研究テーマに素数の分布があります。素数とは1と自分自身以外に正の約数を持たない自然数のことで、木村准教授もその特別な性質を持った素数の分布の研究を行っています。私たちの生活の中でも意外なところで素数というのが使われていたりします。それは一つには、そのコンピューターが通信をする際の暗号、それが素数を元にして組み立てられていると、そういったことがあります。現在、木村准教授が素数の分布を明らかにするために解いている数式がこちらです。以前から多くの研究者が取り組んでいる数式の一つです。デルタ関数を和の形に展開して、そのタウっていうのがその素数で、P 番目が P で割れているような時に、超特異素数というその超特異素数という言葉を定義する式です。超特異素数っていうのは、こういったものを探す理由があるんですけれども、それが今のところこの6つしか見つかっていなくて、しかもこの最後のやつというのはここ数年のうちに見つかったというようなものなんですが、私はそういったものの続きを探したいというふうに考えて、コンピューターを使って計算しています。素数の分布をはじめ、代数的手法を用いて数の性質を探る木村准教授に今後の研究目標を伺いました。私の今後の研究の目標は、モジュラー形式の計算を通して見る数論です。モジュラー形式というのがそれ自身非常に豊かな構造を持っていて、特にその係数に数論的に重要な情報がたくさん入っているということがあります。そちらを追求していくというのが一つです。もう一つは、モジュラー形式から、定まる、数論のこう対称性といったものがありますが、それを追求していこうと考えています。